源氏物語源氏物語各条のあらすじ玉かずら十条、とこ常夏とこは、源氏物語五十四条の巻名の一つ、第二十六条。玉かずら十条の第五条。巻名は、光源氏と玉かずらが、とこの花を詠んだ和歌、なでしこのとこかしき色を見ば、元の垣根を人や尋ねむにちなむ。光源氏三十六歳の夏の話。 聖火の六条院で釣り殿で涼んでいた源氏は夕霧を訪ねてきた内外人下の子息たちに最近新しく迎えられた楽園の姫君のことを訪ねる。玉かずらを探していた内外人だったが代わりに見つかったという大宮の君の看橋からぬ噂を源氏も知っており夕霧と雲の狩りの中を許さない不快も手伝って痛烈に皮にくった二人の不仲を聞いていつになったら 実ッに会えるのか思い悩む、板挟みの玉かずらに、ワゴンを教えながらますます惹かれる源氏だった。一方、源氏の皮肉を聞いた、内大臣も激怒。雲井の狩りのところへ出向いたが、夏の暑い森に一重を羽織って歌た,た寝していた姿に、はしたないと説教する。またあまりに、姫君らしくない大海の君の諸遇に思い悩む。そこで、長女古希伝養護のもとに、 行気見ならえ出すことを決めたが、女房へ送られた分も若歌も、尻滅裂な出来で、女房たちの失笑を買うのだった。ありがとうございます。